このバカでかいチャクラは来るぞ。派手な登場だね、まったく。小僧、憤怒の恐怖を教えてやる。お、なんかすごい怒ってるんだけど。こいつらは雲隠れの常任、真ん中のでかいのは雷影だ。これは砂漠のガーラか。なぜ邪魔をする風影、返答次第では許さんぞ。ウチハサスケには俺個人として話がある。サスケ、お前の目は昔のままだな。復讐を生きる糧としても何も解決はしないことを俺は体験してきた。お前ならまだ間に合う。憎しみに取りつかれ一人の世界に逃げ込むな。帰って来られなくなるぞ。で、俺が帰ったとしてそっちには何がある。ガラ、やめとけ。説得できるならナルトは失敗してねえじゃんよ。そもそも五影階段を襲撃した時点で国際手配される。どの道こいつに未来はない。サスケ、お前は俺と似ている。この世の闇を歩いてきたものだからこそ、小さな光明ですら目に届くはずだ。戦闘開始。お前に俺は止められない、サスケ。絶対防御も衰えたようだな、砂漠のガール。これがウチハサスケの力か。そろそろお前は消えろ。ここまで落ちるとはな。残像は俺が潰す。必ずな。こっちはいいぜ。サスケを逃がすな。
いいな、小次郎。あ、はい。なるほど、ただのいい男じゃないよね。動きが速い、想像以上の槍ってね。